青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか？料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて早速ですが由美さん、はい、何か聞くところによりますとビッグニュースが終わりになったとか。そうなんですよ。この番組でも何回かご紹介させていただいた私が書いた本なんですけれども、はい、愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるがこの度第6回料理レシピ本大賞 in ジャパン料理エッセイ文エッセイ賞部門にノミネートされたんですよ。これすごいですよね。ありがとうございます、ね、これからもう完全にこう由美さんではなくて、まあ、青木先生と呼ばなくちゃですね。そんなそんなちなみにですね、この第6回料理レシピ本大賞 in Japan は6月16日、もうすぐですね、専門の審査員による一次投票、そして最終審査が7月末、そして結果発表は9月というとても長いスパンなんですが、その行方も含めてですね、お祈りしながらラジオを聞きの皆さんと共に見守っていきたいと私思っております。ありがとうございます。はい、また何か進捗ありましたらぜひ報告をお願いいたします。もちろんです。たくさん出た本のうちね、全139タイトルがノミネートされているということなのでよろしくお願いします。わーすごいです ね。ラジオを聞きの皆さんもぜひ読んでみたいという方は愛され飯で幸せな結婚を引き寄せる絆出版さんで検索をしてみていただきまして、ご購入していただければ嬉しいです。はい、もう男性からも自分の彼女にぜひ読んでほしいっていう声をね聞いていますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、で千秋さんもね、はい、ホットなニュースが終わりとか。あ、そうなんです。由美さんほどじゃないんですけれども、私が出演させていただいた映画22世紀グーワという作品がですね、今年9月ブルガリアで開催されるアニベンチャー2019というですね、東ヨーロッパ最大のイベントで招待上映されることが決定いたしました。すごいじゃないですか。ありがとうございます。ね、またこちら の詳細に関しましても、由美さんの第6回料理レシピ本大賞 in Japan 同様にですね、この番組でもリポートさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてそれではトピックスに思わず盛り上がってしまいましたが、通常の番組進行に戻らせていただきまして、本当に今注目の料理カウンセラー、こちらにいらっしゃる青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立、現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。そして今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様、他 CM などにも出演させていただいております。ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。さあ今回もですね、こんな2人で毎回皆さんにですね、料理とか婚活などについてお伝えしてまいりますので、今回も楽しみにしたいと思います。ぜひぜひ。それでは初めのコーナーは冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか？今回はごぼうについての3つのレシピを紹介したいと思います。ごぼう、ええ、確かに残ってます。そうなんです。豚汁作ったりすると、うん、まあ、ちょっとだけ使って残りがね残ってしまいがちなんですけれども、はい、春先に出回るごぼうって冬のごぼうと違って柔らかいごぼうが出ていますので、そうですね、このねちょっと柔らかいごぼうに合ったレシピをご紹介していきます。お願いします。今回の3品は、はい、まずごぼうの簡単きんぴら、お、きんぴらですね。そして豚肉巻きごぼう、お肉巻き、そして
ごぼうのシンプルサラダ。お、シンプルサラダ、ね、この3つです。はい、まずはごぼうの簡単きんぴらから。はい、ごぼうだいたい1/2本。はい、そして人参1/4本。はい、そしてめんつゆ、白ごま、ごま油、これを使っていきます。はい、まずはごぼうをささがきにするんですけど、ささがきね、難しいんですよね。そうなんです。これがねちょっと大変っていう方はピーラー使ってもらえれば大丈夫です。え、ピーラーでできちゃうんですか？皮むいてもらうような感覚でピーラー使ってください。簡単。そして、人参をですね、はい、ごぼうと同じサイズに細切りをしていきます。はい、次にごま油をひいたフライパンに、はい、ごぼうと人参を入れて中火で炒めていきます。はい、しんなりしたらめんつゆとごまを入れるように、まあ、似ている感じですね。見ながら炒める。で、味が染み込んだら完成です。あ、なるほど、そうなんですね。もう簡単に、ちょっと 似るようなイメージなんですね。で、このね、ごぼうなんですけど、まあ、アク抜きしなくっちゃって思う方もいるんですけれども、はい、これポリフェノールなので、はい、ごぼうはそのまま使ってもらって全然 OK です。アク抜きなしで大丈夫ってことですか？そのまま使ってください。はい、で、2品目のですね、豚肉の肉巻きごぼうに関しても、はい、アク抜き特にいらないんですけれども、まずは豚バラの薄切り肉を 150g、はい、そしてごぼう大体まあ1本、うん、で、薄力粉とお酒、みりん、醤油大さじ1杯ずつを用意します。はい、ごぼうはまず食べやすい長さに切って縦4等分に切ってください。はい、次に耐熱容器に入れてふんわりとラップをしてもらったら600ワットの電子レンジで2分加熱して冷ましていきます。冷ますんですね。そして豚肉を広げて、はい、ごぼうをですね 3,4 本、まあ、まとめて、まあ、元の形に戻る感じですね。そうですね。そしてぐるぐるとお肉周りに巻きつけてもらって、はい、周りに薄力粉を薄くつけていきます。お、薄力粉、これでね、あの旨味を閉じ込めてタレと絡みやすくしていくんですけれども、そういうことなんですね。油をひいたフライパンに豚肉をね巻きつけたごぼうを入れて、はい、で中火で焼き色をつけていきます。はい、そして調味料ね、お酒、みりん、醤油、これを入れて絡めながらとろみがつくまで加熱したら完成です。そうなんですか。これごぼうも火通ってますので、お肉に火が通ったらそれで OK なんですね。そう考えたらね、ちょっと時短でできそうな感じですもんね。あっという間にね加熱して出来上がります。なるほど。そして3つ目、ごぼうのシンプルサラダ。シンプルサラダ、シンプルってついてるじゃないですか。はい、これですね、ごぼうと市販のお好みのドレッシングだけでいいんですね。え、本当にシンプルですね。そうなんですよ。まずはですね、ごぼうをささがきにします、はい、ね、先ほども出てきましたけどピーラーで OK です。はい、次にさっと酢水につけてもらって、はい、ごぼうのアクを抜いていきます。酢水ってお酢とお水ですか？そうなんです。ボウルの中にお水入れてもらって、はい、そこにお酢を適量入れてもらえれば、はい、どんぐらいでも大丈夫です。あ、そうなんですね。で、これでですね、あの30秒ほどつけてもらえればアクが抜けますので、はい、白い状態を保つことができます。あ、なるほど。で、これですね、はい、アク抜いてもらったら、はい、今度は耐熱のボウルに入れてもらって、はい、ふわっとラップをしたら電子レンジで1分半加熱していきます。はい、冷めたらですね、はい、今度市販のドレッシングと混ぜてもらって完成です。あ、本当、確かにシンプル。混ぜるだけっていうものですね。そうなんですね。じゃあもういろんな味で試せたりしますもんね、市販のドレッシングだったらね。私個人的なおすすめは、はいはいはい、あのごまのドレッシングなんですよ。うん、絶対美味しい。相性が合いますので。そうですよね。いや、これ本当にね、あのすぐ簡単にできるっていうものになりますので、はい、まあ、出来上がりの写真ね、あの見たいなっていう方はあのインスタグラムの方で公開もしておりますのでチェックしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。今回もですね、まあ、ごぼう ね、なかなかこう調理しにくいものみたいなところも正直私の中ではあったんですけれども、意外ともあの一品として出せる本当に簡単なレシピだということを今日ね教わりまして、ちょっとね挑戦できそうかな、よかったですっていう風に今ちょっと感じています。ありがとうございます。い
かがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの食卓にもですね、近々あのごぼうを使った追加の一品並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナーでした。続いてのコーナーはランクザ調理キングということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理キングについて青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は何でしょうか。今回のテーマは持ち歩きでも安心できる夏のお弁当グッズについてです。お弁当、この時期からね、だんだん暑くなってきますの で、はい、そうですね、今回ご紹介する3つ、まず第3位からいきたいと思いますけれども、はい、第3位、AG プラス抗菌シート、ダイソーで税込み108円の商品です。抗菌シート、これですね、はい、お弁当のこうご飯とかの上に直に貼り付ける、シートなんですけれども、そのシートに抗菌作用があるので、はい、なるべくね、こう菌を繁殖させずに長持ちをさせるっていうもので、よく駅のお弁当とか買うと、はい、こう開けた後にフィルムがピッて1枚あると思うんですね、透明のね、ありますよね、あんなイメージです。それが買えるんですか。そうなんですよ、100円ショップで売っているんですけれども、見た目ではね、抗菌シートなのか、はい、それとも普通のフィルムなのかちょっと分かりづらいので、買う時には抗菌シートって書いてあるものを選んでもらいたいんですけれども、はい、66枚もいっぱい入ってるのが、そんなに大容量、すごい、買えますので100円でお手頃ですね。そうなんです、お弁当箱に合わせたサイズを購入してもらいたいと思います。はい、次に第2位、はい、ジェルクールランチボックスというお弁当箱です。お弁当箱なんですね、ジェルクールランチボックス。そうなんです、これ三好製作所さんがですね、販売しているもので、はい、サイズによってお値段が違うので、はい、買いたい商品を確かめください。はい、これ形もなんですけど、色もいろいろあってですね、はい、そして蓋が保冷剤になってるんですよ。蓋が保冷剤、お弁当箱の蓋の部分、はい、これをですね、夜のうちに冷凍庫で冷やすだけで、はい、朝そのまま冷たいお弁当箱の蓋をピッとしてもらって長持ちさせるというものです。そうなんですね、これもね、夏持ち歩き時間が長いものにはおすすめですね。確かに。そして次、第1位です。はい、ご飯が炊けるお弁当箱、そう、サーモスでですね、はい、販売している商品で、はい、Amazon で、税込み2653円の商品です。これは電子レンジで8分加熱するんですね、はい、まずは、そして30分間保温ケースに入れておく、そして蒸らしておけば炊きたてご飯が食べられるというお弁当箱なんです。これちょっともう発表された瞬間から私の中でいろんな疑問点が浮かんだんですけど、レンジでこう8分お米を加熱するってことですよね。でその後30分この保冷ケースみたいなものにさっと入れて、蒸らすというところですか。はい、そうなんです。それができるんですか今。なのでね、炊飯器代わりにもなるというお弁当箱なんですけれども、持ち歩き用の保温のケースなんかも全部セットで、この2653円という金額で販売しているので、かなりお買い得な商品でもあります。そうですよね、炊きたてご飯ね、いつでも食べられるというものになります。いやー、すごい、なんかこのね、どれも知らないものばっかりだったんですけれども、私結構やっぱりこうご飯、あったかいご飯やっぱり好きなんですね。冷たいよりやっぱりあったかい方が美味しいかなと思っちゃうので、あとまあこう、ね、お仕事の休憩1時間あった時に、このサーモスのお弁当箱だったら、ね、余裕で、そうなんですよ、チンして保温して食べるところまで行けちゃいますもんね。会社のねオフィスにお米とかをね準備しておける方だったら、まあちょっと電子レンジでその場でご飯炊くなんていうのもできますね。すごい、これはね、ぜひちょっとこれからの時期、行楽シーズンというか、ね、外出される方もね、多いと思うので、ぜひね皆様も活用してもらいたいですね。はい、お願いいたします。はい、では以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛です。例えばこの楽曲聴けば婚活や恋愛が成就するのではないかなと、私佐々木千秋が勝手にセレクトした楽曲を紹介して、毎月放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、
ナオト・インティ・ライミさんのありったけのラブソングという曲を選ばせていただきました。いい曲ですねご存知ですか、大好きです、ね、この曲で、本当にちょっと前の曲には、ね、あの音楽にはなるんですけれども、うん、まずタイトルありったけのラブソングですよ、ね、男性がどういう気持ちで女性を見て、ね、あのプロポーズするかっていうことが歌詞の中にあの書いてあるんですが、まずその曲スタートというか歌詞のスタートが、なあちょっといいかな、茶化さないでちゃんと聞いてくれというね、スタートが、これまたちょっと日常生活にありそうな、そうですね、会話みたいだなというところで選ばせていただいて、まあ、俺の言葉でバシッと言わせてくれ、まあ、これプロポーズのことかななんて考えながらね、聞いていたんですけれども、まあ、あのこの曲を聴きながら、なんか今 YouTube とかね、動画とかで結婚式のやっぱりこう6月ということで結婚式ムービーみたいなのがこう増えてきてますね、見れるようになっていてですね、もう全く知らない他人のムービーを見て涙するという、私本当にね、あのジューンブライドと言われますが、やっぱりこの時期結婚ねされる方も多いかと思いますので、はい、あのまだ婚活中という方、私も含めまして、これから婚活だよっていう方もね、ぜひ、まあ、男性目線のラブソングということで今回は選ばせていただきました。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回ご紹介するエピソードは、はい、結婚したいけれども自分の思い込みで結婚から自分を遠ざけてしまってたっていう女性のお話です。はい、そうなんですね、結婚したいと思ってるんですけれどもね、はい、その女性はですね、30代半ばの、まあ、会社員のね、一般的な女性なんですけれども、はい、彼氏がいてですね、はい、そして彼と結婚を考えているんだけれども、はい、彼に結婚の話をするのも、ね、ちょっと結婚どう考えてるなんていうのを聞くのも不安で、どうしたらいいのかわからないという悩みを持っていて、はい、私の主催するレッスンに参加した方なんですね。そうなんですか。やっぱりあの結婚の話って、こう嫌な顔されたらどうしようとか、断られたらどうしようって考えてしまって言い出せないっていう方も結構多いんですよ。確かに。ちょっと不安ですからね。そうですよね。で、彼女のね、不安なことを、まあ、どんなことを考えて不安を持ってるのかっていうのをカウンセリングでたくさん聞いてるとですね、はい、実は彼女の場合には、まあ、あの本当はね、彼の反応が拒否反応だったらどうしよう怖いっていうのではなくって、そうなんですか、自分自身にあったんですよ。自分自身が結婚に不安を感じているっていうことが分かったんですね、はい、へー。というのも彼女が言っていたのがですね、はい、今も仕事が忙しくて料理もあんまり作れないし、はい、まあ、お掃除も洗濯も、まあ、自分一人暮らしだからまあいっかってサボり口なので、まあ、結婚して家事をちゃんと毎日できるのかなって不安に感じてたんです。ああ、なるほど。この方ですね、はい、あのお母さんが専業主婦で、はい、家事も完璧にされてたそうなんですね。お、まあ、すごい素敵なお母さんなんですけれども、まあ、自分も結婚したら、はい、お母さんみたいに家事完璧にやらなくっちゃいけないんだって思い込んでいたんですけれどね、この思い込みが自分にブレーキかけちゃってたんです。あ、そこなんですね、やっぱりね、お母さん見て育ちますので、はい、こういう、ね、ちゃんとやらなくっちゃって思っていたようなんですけれども、今って共働きの、ね、ことが当たり前になってきてるじゃないですか。そうですよね。ってなると家事も分担したり協力するのが当たり前っていう時代になってますので、はい、まあ、家事はね、女性がやるものっていう思い込みを彼女は持っていたんですけれども、はい、それをですね、捨ててもらって、分担すればいいんだ、一緒にやっていけばいいんだっていう風に考えてもらったり、はい、まあ、他にもですね、はい、彼女日常から何々しなくてはいけないっ
っていう口癖があってですね、責任感が強いですね。そうなんです、真面目な方なんですよ、真面目だからこそそういう風に感じてしまって、はい、その口癖をですね、意識してやめてもらったんですね。お、難しいかもしれないです ね、なかなか自分の習慣なのでね、これをやっぱり毎日日記を書いてもらって、はい、で今日自分がどんなことを考えたのかっていうのを振り返ってもらうことによって少しずつ意識を変えていってもらったんですけれども、はい、まあ、日常生活の何々しなくっちゃっていうことをやめてったら、まあ、これでいいんだなっていうふうに受け入れられるようになったので、気が楽になったようでですね、まあ、笑顔もやっぱり増えていくんですね。あ、連動してるんですね。そうなんですよ、ね、自分の気持ち次第なんだなと思うんですけれども、まあ、やらなきゃって思ってた料理もですね、はい、だんだん楽しめるようになってきて、すごい。そしたら彼から同棲の話が出たと。そうなんですか。素敵なお話ですよ、ね、いやーすごいな。やっぱり真面目な人ほど、はい、まあ、何々しなくっちゃいけないって自分を追い込んでしまっていてですね、はい、で料理もやっぱり作らなくちゃいけないって思うと、まあ、嫌な作業になっちゃうんですよね。そうですね。料理はやっぱり自分とのコミュニケーションの時間なので、はい、楽しんでねやっていった方が、もちろん料理もですけれども婚活もうまくいきますので、はい、ぜひね何々しなくちゃいけないっていう意識をやめるように自分で気をつけてもらいたいなと思います。なるほど、ね、コミュニケーション、自分とコミュニケーションする、そして楽しんだもん勝ちというね、そうなんです。なかなかここね、感じられたらまたね違ってきますよね。楽になりますよね。へえ、なるほど。しなきゃいけないってやっぱり結構ね自分で追い込んじゃいますからね。確かに、まあ、この女性の方やっぱりこうお母様がかなりね理想的なお母様として多分目標にされてたところも正直あるんでしょうね。ただまあやっぱこういった固定が、ね、概念というか時代とともにいろんなこと変わってきますっていうところがまだねやっぱりあるんでしょうね。正直すごく私もこれは共感できるところがありました。本当ですか。はい、そういうものだというふうに勝手に決めつけてたなって自分自身もなんとなくこう思ったなという感じですかね。はい、ありがとうございます。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっとですね詳しく知りたい、そして青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ愛され飯協会で検索してみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間ということなんですが、愛され召し上がれ毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送振り返られていかがでしたか。やっぱり楽しい時間ってあっという間に過ぎるんですね。そうなんですよ。今日もあっという間でした。で、私青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかにもいろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもアップさせていただいてますので、はい、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。はい、ありがとうございます。今回もねすごくいろんな情報を私頭の中にメモしましたので、ありがとうございます、はい、日常生活で取り入れていきたいと思います。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。